こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。今回は前回の続き、DC ルート73話の後編です。こちらの動画の続きになっているので、まだご覧になってない方は先に見ることをおすすめします。それでは、続きをやっていきます。よくな、俺の戦いに。そう簡単にはやられません。もらった。情けないやつ。ということで攻撃力グライアさんと戦闘して5万越のウーフェイさんからスタートです。弱い者と戦う時だけ笑顔のウーフェイさん、スパロボというゲームの被害者すぎる。これでどう？少しはできるな。何これ、このゲーム F 完結編でしたよね。 F じゃないよね。ちなみによく見る意見として、ヌーベルビザードにバスランつけた方が良かったんじゃっていうのがありますが、バスランをヌーベルビザードにつけると敵のヌーベルビザードにもつくというのはご存知の通り、しかし何よりもあんまりいらないと思う理由として、ヌーベルとエルガイムのバスランってちょっと攻撃力低いんですよね。その代わりにエネルギー消費もちょっと少ないですが、そもそもヌーベルとエルガイムの方がマーク2よりもエネルギー少ないんでね。そして何よりレッシーが幸運持ってないので、撃つ機会がない。リリスをダバから外すかって言われたら、それならダバで撃てばいいだけだし、そもそもバスランを改造する資金がないとか、いろいろ問題は山積み。なので、バスランをヌーベルにつけない理由として、敵にもつくからはもちろんなんですが、そもそもついてもヌーベルで撃つことほぼないから幸運持ちのアムが乗るエルガイムついてる方がマシっていうのが実情。まあエルガイムマーク2は宗教上の理由で使えないとかそういう人なら使い道はあると思います。そこか！この私がパワー負けしている。生意気なんだよ。右？いや、正面か。姉さんが挑発されてのこのこと出てきたので、早速の魂パワーランチャー。ダバの気力がまだあんまり上がっていませんが、十分なダメージです。ということで削りも完璧。最後はレベル上げのためアレンビーで。しまった。ネイオ撃墜。王者相手も楽になったものです。ちなみに手加減かけようかと思ったらダバよりもネイの方が技量が高くて無理でした。ということで前回同様に雑魚の処理をしただけなのでバッサリカットです。月に向かってくる敵は大方全滅できました。宇宙Bなのでどうあがいても脆いです。ただでさえコアブースターはハイブリッドアーマーで装甲を持ってるだけで、メタスのように改造はしてないので狙われるのは仕方ないですね。正直これがあるからあんまりコアブースターは出したくない。コアブースター武器性能が優秀な分もったいないんですよね。せめてもう少し運動性が高ければ
ちなみにメガ粒子砲の攻撃力は1800の弾数15発。ヌーベルディザードのパワーランチャー並みです。ただし運動性はアレックスと同じ75。さすがに無理がある。入手時点で改造するか悩んでましたが、さすがに当てられないと思い泣く泣く改造しませんでした。強化パーツの装備数は3と多いし射程も長いので、補給装置用として見るのはもったいない性能。ファティマとかつけたら十分に第一線で活躍できそうなポテンシャルは秘めています。この程度で俺を倒せると思うな。力のないものがうろうろするな。この程度のビームなど効かんわ。そして近づきすぎてヘッケラーに絡まれるウーフェイ。ああ、これは力のないものですわ。というかヘッケラーにはコンターンの移動でもう少し近づいてきてもらって、そのまま月付近の部隊で倒すつもりだったのに、ウーフェイが変に突っ込んだせいでヘッケラーが近づいてこなかったじゃないか。もはや邪魔しかしていないウーフェイ。もらった。そしてジャグレイも近づいてきました。というかなんでこのステージ名ジャグレイヘッケラーなんでしょうね。アントンどこ行った？アントンは新島田兵として覚醒するために待機中です。そして島田兵成分が足りないと思ったネイは代わりにチャイチャー殿を引っ張ってきたと。ただのとばっちりなんですが。さてそんなわけで現状ですが、ヌーベルディガードは残り1機、カルバリーテンプルは何一つとして怖くないので放置気味でもいいですが、アシュラテンプルが2体近くにいるのが気がかりです。奥にいるのはジャグレイのアシュラテンプルと発射のグルーン。発射は相変わらず宇宙ビーで怖さが欠片もないので、適当にあしらえばいいでしょう。ジャグレイは少し遠いのでコンターン中にどうにかするのは厳しそう。それでも2回行動後のバスランにだけ気をつけておけば特に問題はないかな。むしろ新鋭隊兵のアシュラテンプルの方が邪魔なくらい。ということでダバさんが強すぎて片付きました。ヘビーメタル相手のダバさんは敵の攻撃が当たらない、ビームコートのおかげで盾が出ない、切り払いされる武装もない、低メンツと正直誰よりも優秀だと思ってます。下手したらアムロさんとかと比べても強い可能性ある。切り払いされないことと盾が出ないことをこれほど嬉しく思うことはない。なんだと？このステージ中だけは敵性能のため性能が高いアトール、味方になったら基本性能落とすのやめませんか。まあ初期運動性150くらいあるし、どこのノイエジールですかって感じになっちゃうからね。平然とエルガイムマーク2よりスペックが高い。させるか。このくらい避けてみせる。ウーフェイのせいでヘッケラーが近づいてこなかったので無理やりな攻撃です。届く機体はエマさんだけでしたね。ウーフェイが余計なことしなければレッシーたちも攻撃できたんだけどな。さっきも言った通り、ジャグレイはバスラン撃ってくるとめんどくさいのでバスラン意識の配置。移動距離範囲内で2機ならばせなければいいだけなので、簡単なことです。誰にも俺を止めることはできん。
甘いな。とどめだ。誰にも俺を止めることはできんってことですか。わかります。それは止められませんわ。まずなんでこの人出てくるとき毎回黄色軍なんですかね。邪魔だからこっちの攻撃で倒せるようにしてるんでしょうね、きっと。そしてウーフェイという餌がいなくなったヘッケラーさんはエマさんに攻撃をしてきました。面倒なことこの上ないです。やらせんよ。俺だってな。ジャイチャードの念願の初戦闘です。これまでずっとビルギットと鬼ごっこしてましたからね。今ターンでギャグレイとヘッケラーを仕留められると思うので、もう逃げ回る必要なさそうだったから。そこ、己、貴様などに死ね。かわせた。ということでヘッケラーさん HP が見えました。このまま畳みかけましょう。落ちろっての。どこを狙ってる。消えろ。危ない危ない。知ってた。ここ数ステージ、熱血かけたインコム切り払われなかった記憶がない。スレッパーさんの分をエマさんで減らしたので、このままレッシーで決めましょう。おのれ、覚えておれよ。ヘッケラーを撃墜。これで月周辺は片付きました。あとはギャグレイを片付ければチャイチャードのを倒しても問題なくなるので、仕掛けます。パワー負けしているというのか。とどめを刺させてもらう。だ、さすがだね。素晴らしい攻撃力。何よりも必中をかけることで外さないっていうのが最高すぎます。ということでリリスで幸運を使用してと言いたいところですが、まだこの後にも一応いるので、ガバの精神コマンドを節約。うかつなのよ。なんだ、パワー負けしているというのか。とどめを刺させてもらう。あ、外れた。ゼータは運動性とかが若干足りてないですが、クリスの集中でうまいことやれてます。やらせはしない。俺、よくも。ということでギャグレイ撃墜。これで心置きなくチャイチャードのを倒せます。うかつな。やりよったな。ここまでだな。よし、かわした。
エリート島田平子とチャイチャー殿は性格が普通なので、気力は100のままです。こっちは結構な敵と戦闘した後なので、気力はだいぶ上がってます。私が押されているというのか。13人衆の力、くびるなよ。ということで早くもヘロヘロのチャイチャー殿。とはいえコンターンはこっちの残りも残りなので、倒すのは次ターンかな。正真正銘のラストキャオ。次回のステージからはセイビーンです。もらった。踏み込みが足りん。こいつで決めてやる。わけねえだろ。キャオ、キャオはどこまで行ってもキャオだった。ということでカルバリーテンプルを全滅。残りの敵はチャイチャー殿と発射です。チャイチャー殿は宇宙的精鋭なので攻撃力はしっかりとある。コアブースターあたりが狙われないようにだけはしたいですね。私は負けん。はい、チャイチャー殿撃墜。チャイチャー殿はこれで退場となります。なんかギワザへの恨みがこもってましたね。やってみる。うわこの野郎、なんだっての。よし、かわした。ということで残りは発射。発射相手は適当にやってもいけるだろうから適当に攻撃します。てっちょくそが、なんだっての。まだよ、まだいける。特にセリフとかないんですね。なんかありそうなもんなのにな。なんだっての。なんの。なんか素晴らしいほどギリギリで生きていたのでラストはアームで。幸運だけでもいいけどビームコートに弾かれる可能性を考えて熱血も。させるもんですか。おっと危ねえ。オラ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 、ラッキー。エル知っているか、 99% はよく外れる。命中率なんてものは単なる目安だ。あとは勇気で補えませんでした。させるか。うわしまった。ということで発射を撃墜してポセイダル軍は全滅。そしてバッククランが登場です。ぶっちゃけで敵ただけです。相変わらず知っての通りの強さしかないので適当に流します。強いて言うならハルルのドロワザンは HP40% 以下で撤退します。なのでダバあたりで魂かけて吹き飛ばしましょう。そのための精神コマンド温存。
ということでワンサカ近づいてきました。今さら出てきて奥で引きこもられるよりは全然いいですね。敵ですが、ガルボジックが多いのが気になるところ。マックス兵器が面倒ですからね。ここは一気にまとめてハイメガキャノンで。片付きました。そしてなんか知らないところにダミドさんがいたみたいです。同じ機体が他にもいるので全くわかりませんでした。しかしこの動画ではいろいろなオールドタイプパイロットでハイメガキャノンを撃ってきましたが、結局ハイメガキャノンに専用のセリフがあったのはビルギットだけでしたね。むしろなんでビルギットだけあったんでしょうね。イデオンが出たからコスモのついでとか思わなくはないけど、そもそもビルギットなんて声がついたのこの作品が最初だろうし、どっちも新記録音のはずですからね。まずビルギットがスパロボに出たの自体 F が最初っていう。 F での登場もなぜか C ブックたちより相当早い F で手に入るし、ケイラとかみたいに条件次第で遅くなるとかもないし、なんなんですかね。開発のお気に入りなんですかね。挑発とかいうレア精神コマンドも覚えてるしな。でも、お気に入りなんだったらもう少し使える性能にしてほしいものです。ニュータイプの使用上無理なのはわかってるので、せめて集中だけでも。集中あってもビルギットは所詮ビルギットだったと思いますけどね。わけにはいかんな。そこか。当たってくれ。くっ、この程度でやられるものかよ。そして相手にもならないバックプランです。一時期はゴンドバウだけはちょっと強いとかいう時期もありましたが、中段階改造が解放されているのでそれすらなくなりましたね。普段のガルボジックも攻撃してきてしまい、反撃で落とされる始末。まず持って味方の気力が上がりに上がってるタイミングで出てくるから悪い。思い返してみれば、この人たちがシナリオの開始時点からいた時って、ほとんどないかも。宇宙編で、月面でのガトーさんたちのナメプのシナリオと、ガンバスターのシナリオと、あとは最終ステージくらいでしょうか。役割の都合上、増援での登場が多いので、どうしてもシナリオ開始時での気力とはいきませんね。機体性能やパイロット性能以外にもこんなところに不遇があったんですね。ということで早いもので、残り敵は4機です。適当にダガを配置してたら反撃で全部沈んでました。そしてバスランでも消される運命。プレイ時間が長くなってめんどくさくなってる証拠ですね。そして相変わらず重機動メカは弱いです。 HP が高い代わりに走行薄くて運動性も低いんじゃそら弱いですわ。攻撃力だけはまともなんですがね。なお、当たるのは戦艦ぐらい。ボセイダルルート最終話でハルルが落とされかけた時、初めてバッククランに恐怖を覚えました。ということで残りはハルルだけです。先ほども言った通り 40% 以下で撤退するので、適当に減らしてから一気に仕留めます。この程度でやられるものかよ。
もらった。まだやられるわけには。なんか適当に攻撃したらびっくりするくらいダメージ食らいました。予想以上に火力が高かったです。まあでもこのくらいでいけると思うので、ダバに精神コマンドをかけてやりましょう。やらせはしない。終わる時は動作もない。最近ドロスばっか見てたから HP が異常に低く感じます。ドロスがおかしいだけ。ということで、もちろんキャオーメカニックにします。前にキャオーメカニックにしたから今度はアスフィーとかはしたい気持ちはありますが、脱力に勝てるわけはなかった。どうやらノイエジールのパーツを拾ってきたのはモンドのようです。他の人たちは何してたんですかね。そしてガトーさんもこのタイミングで参入です。ちなみにハマーン様はもっと後になります。ということで、クリアです。なんというか、無駄に敵の多いステージでした。質がひどいものでしたけどね。そんなわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。